松本の切り返し、柏木使ってオイジエ、さあ村田へスペース勝負、村田のクロス、ファーサイドシュートは決まった。深いところついて最後は久保田、2試合連発今シーズン6点目。今は村田が深いところまで行ってニアで潰れた藤岡、そのファーサイドには久保田が待っているというそんな流れになりました。